どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。今回はいつものレッスン風景とは違い、生徒さんと一緒にデュエットをしている様子をお届けします。さまざまなアドバイスをさせていただくレッスンですが、人と演奏するのもまた経験、こちらから発信するばかりではなく、一緒に演奏することで息遣いやリズム感、フレーズの表現方法などを感じていただくことも一つの学びです。単純に音を合わせると楽しいですしね。それでは早速参りましょう。レッツーゴー。このぐらいのあれだったら、まあ、うん、力いっぱいでもなんとか、うん、そうですね、耐えられる、耐えられる、もう修行ですねじゃあ私上一番フェリー、まあ、間違ったらそのまま無視して、うん、OK です。何年か前、これ、うん、2017年に入った。2017年、だいぶ前、5年、5、6年前、うん、さて、いかがでしたでしょうか。この動画、良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また、Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。このようなデュエットやアンサンブルを楽しむ新イベント、初見&アンサンブル大会シャープ1を7月17日月曜祝日の16時から東京にて開催します。楽譜を瞬時に読む初見能力は経験がものを言います。やればやるほど楽譜を見ればどう吹けばいいのかが分かるようになり、練習効率のアップにつながります。また事前に課題曲もお渡しするので、参加者全員でアンサンブルを楽しむことができます。仲間もたくさんできますよ。イベントの詳細は説明欄に記載しておりますので、ぜひたくさんのご参加お待ちしております。その前に行われる基礎講座ボリューム3も参加すると、より基礎から応用まで学べる一日となりますよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。